次のポスター、これ、坂口拓さんって、最近入会してくださった、今、生物研究会に入っている新しいメンバーなんですね。こちら、神田さん、僕、ちょっと漢字わからなくて、ここの説明を神田さんにお願いしてもいいですか？平音と不音というこの2つの文字を対極的、相反しているような者同士も実は背中合わせで互いに隣接しているんではないかというところで、2つの単語を対極的ながら組み合わせた作品ですね。なるほど。神は真理宮、情緒的な和の世界を表現するレトロ調のファンシーペーパー。境界線が入っていますが、ユーモアや優しさも感じさせる神です。このドットの柄と、この縞模様が、のこう、柄のコーディ、なんか、いい感じでしたね。コーディネートというか。そうです。これは神として結構テクスチャーが一番目立つような神なんですね。神の中に入っているフレック自体がそんなに小さくなくて、ところどころにどんどんどんってあるような結構味のある神です。次は佐藤浩二さん。こんばんは。僕は2016年ぐらいかな。石原君と多分同じぐらいの時に入会しまして、今年から広報委員長の方を、青木さんの方から引き継ぎさせていただきました。TC の、発刊に、関わらせていただいて、ちょっとバタバタいつもやってるんですけど、毎度遅れ気味になってしまいまして、申し訳ありません。で、それから関係者の方には多大なご協力をいつもいただいておりまして、ありがとうございます。作品の説明に行きます。タイトルが心なということで、やっぱりその檀家さんもね、おっしゃってたように、ネーミングがすごい秀逸だなと思ってて、やっぱその言葉に引っ張られる部分がかなりありました。あんまりこう深く考えるというよりかは、こうスッと感じたこと、その言葉から、イメージできたことを素直に表現してみようかなということをやっています。ご覧いただければ分かる通り、ちっちゃい人が距離を置いてずらっと並んでる状態で、で、その人と人の間には仕切りみたいなものが、あると。で、今現状の世の中を見てると、こう物理的なその人の距離を取らなければいけないということを、余儀なくされている中で、会えない、特にその田舎にいる両親だったりとか、親族だったり、友人だったり、会いに行こうと思ったら行けてた人たちに会いたい時に会えないっていうことがあったり、学校で授業しててもオンラインになってしまうと、やっぱりこうせっかく出会えた学生たちと直接指導することができない、触れ合うことができないっていう、もどかしさみたいなことをこう思うと、それ以上になんかこう心の方はより膨らんでいくというか、相手のことをこう思う気持ちっていうのがこう増大していく。会いたい時に、会えてた時にはそこまで思ってなかったようなことが、この状況になったことで、よりその心と心のつながりみたいなものはなんか強くなってってるんじゃないかな、みたいなことを表現したポスターです。で、人っていう文字に関してはちょっとこう細めの繊細な文字でちょっとちっちゃめに入れてあって、心なしかこう寂しい雰囲気で、距離感のあるような見え方がするように作ってます。で、心という文字は同じフォントをそのまま太らしていってるんですけど、単純に太らしていって、それらが重なり合って、なんていうかな、人自体は密を避けてるのに心は密になってるっていうような、状況を作りました。で、モノクロで作ってるっていうこともあって、それだけではなかなかこう人の心の温かさみたいなものって、丸っぽくはしてるものの、どうしてもクールに見えてしまうなっていうところがあったんですけど、今回その選んでいただいた紙がなんかこうナチュラルな色合いだったり、優しい風合いがあって、なんかその心の優しさみたいなものがこう紙に乗っかることですごい表現できてて嬉しくなりました。紙の選んでいただいたメッセージに、これリーブっていう紙やったかな、リーブっていう紙で、フランス語で川沿い、川辺ですね。川辺っていうなんか意味があるそうで、なんかこう川辺から、会えない人のことを思っているみたいなメッセージをいただいて、ちょっとほっこりしました。はい、ありがとうございました。以上です。
はい、青木ジュニアさんから佐藤さんに質問があって、心の文字の中に上を向く人の顔が見えますが意図的ですか、と。それは考えなかったですねこの抜けてるシルエットですか。あ、そういうことですね。ほんまやね、なんかちょっとこう右斜め上を見上げてるように見えるかもしれない。偶然かなと思って、うん、実は考えてましたとか、ね、偶然です。いいですね、上を見てる人たち、はい、そうですね、いいですね。カヌさん、紙について追加はありますか。はい、リーブという紙です。洗練された色調ベースにナチュラルな仕上げのファンシーペーパーです。外出自粛期間中、家の近くの川辺で思いを馳せていましたというところで、本来もっとこうクリーム色に近い色でしたよね。そうです。すごい優しい色でした。はい。うん、リーブのコーンっていう色ですね。はい、コーン。もうちょっと黄色い感じの色ですね。うん、ちょっと黄色い、はい、うん。はい、ありがとうございます。じゃあ、引き続き、今日参加していただいている、白田圭秀さんです。あ、はじめまして、白田圭秀と申します。こちらこそ、はじめましてです。よろしくお願いします。去年から参加させていただいて、今年も楽しそうなので参加させていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。作品なんですけども、皆さんのような、なんていうんですかね、素敵な思いがそんなにない、ないんですけど、ニュースタンダードっておっしゃられてた方もいらっしゃったように、なんか、今この閉塞的な空間を打破する、まあ、心も体もそうなんですけど、何かそういうのが欲しいなってなんとなく思ってたんですけど、まあ、それをニューボーンくんという名前をつけて、なんかちょっとクスッと笑ってもらえるようなものにならないかなと思って制作しました。なんですけど、こう一応自分で作って、一応ニューボーンくんなんですけど、ボーンから来たその顔にニューニューと言って出てくるニューが口にいるわけなんですけど、なんか可愛いのか、なんか気持ち悪いのか分かんないなって思ってて、でいつもだったら多分可愛くこう作るとかっていうことにしなきゃいけないんでしょうけれども、なんかそれがコロナっぽいんだろうなと思ったので、なんかこのよくわからない状況のまま止めていきましたというような作品にしました。以上です。はい、ありがとうございます。グラディア COC という紙です。微細な肌合い、軽やかでありながら存在感がある美塗工印刷用紙。ラテン語のグラディア、魅力、愛らしさ、人気といった意味からグラディア COC という名前がついている紙です。仏となればいいのですがっていう一言いただいてますね。ありがとうございます。いや、白田さん、やっと会えてできてよかったです。また今後ともよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、飲みに行きたいなと思っております。はい、うん、よろしくお願いいたします、皆様。それをベースにして未来向きましょう。お願いします。はい、では引き続き新海ひろえさんです。はい、こんばんは。こんばんは。はいです。いろいろありがとうございました。今年も参加いたしまして、私のテーマはですね、コロナなんですけど、箱庭みたいな感じで、遊びをテーマにしました。でまあ、お家で遊ぶとか、そういう感じでまずはスタートしまして、でステイホームという言葉から最初考え始めました。で、そうやって考えてたらフォントファミリーかって思いついて、それで、真ん中にあるのは一つの書体で、ファミリー全部一つずつ違うっていうので、作ってみました。で屋根に実はホームってあるんですけども、O のところにコロンとカッコがあって、そうスヌーピーみたいかなとか思い始めて、で屋根にこれを載せました。でこれやっちゃダメな打ち方やと思うんですけども、ホームっていうのを、縦打ちにして、ホームってして、それをあと何ていうかな、日本語打ちみたいにして、でそこでコロン打って O 打ってカッコして、それをさらに回転させてるから絶対に普通はそうはならないんだけども、一応そういう組を作って、でファミリーは家にいていいのかっていうことで、まあ、奈良は
すごい古い神社があって、いつできたかわからない神社とかが結構あって、それについては、飛鳥にいます神社とか東一にいます神社って言って、このザスっていう、これがいますっていう読み方で入ってるので、うん、これは何かに使えないかって思って、神様かって思い出したら、まあ、奈良にやっぱり祠みたいな感じで本当にたくさん、道祖神ではないですけど もう至る所に神様がいると思いついて、そしたら本当の神様もみんなのパソコンにいるって思って、定番書体で A から Z でこう並べてみたんですね。だから、まあ、どんな書体っていうのは多分皆さんのパソコンにも入ってるような感じの書体が、このオンラインの仕事になっても守ってるよっていうイメージで、ヤオロズの神、あ、平和さんの神やってなって、なんでこの紙面の中で私はどっちかっていうと、ちっちゃい子があの絵を描きながらいろんなストーリーを作るみたいな感じで、この構成にして、コロナは太陽かということで、黒い太陽なんですけども、それを避けるようにこう屋根があって、でこれパソコンの比率とそれと、スマホの比率で、ステイホームで、私新海拾いで、あ、 SH やとかいろいろこう、しりとりのように考えて、このベースに仕上がりました。そして神選んでくださって、崇高なっていう言葉を入れてくださってて、それちょっとテンション上がりましたなので、とても日常的な空間なんだけれども、そういう崇高さもあって、とても嬉しいチョイスをしてくださったなと思いました。で、会場をあの写真に撮ってくださって、で会場がこう全員のが入るとなんかアマビエカラーやっていう風に思ったんですけど、それは狙われましたか？まあでもその、まあ、だらって並んでるってことは、まあ、した方があのいいなと思ってて、なんかそうですね、軽やかで、うん、あのテーマも軽やかで、あのポジティブなコロナだけどポジティブにっていう感じが私の気持ちにはとてもしっくりとした展覧会ですということで、ありがとうございます。以上、よかったです、ありがとうございます。はい、神ハーフエアという神です。コルク、崇高で軽く自然な色味とナチュラルで存在素材感のある風合いです。日常にある存在をヒントに空気を吸い込んだ神に決まりました。空気を含んだ神ですね。篠介杉崎さんです。こんばんは。こんばんは、杉崎篠介です。いや、僕ね、初めて研究会ってことです参加したんですけども、マジ研究会ですね。はい、こういうものを伸ばしていただきます僕も、まあ、迷ってたんですけど、一応歯科やってるし水で、後で水飲みます。ですね、まあ、水曜日にですね、現物をですね、見せてもらいに行きました。まあ、僕、大阪でですね、デザインやってるんですけども。で、まあ、今回、ダンカさんとかね、神田さん、それからニコルさんが、素敵な文字組みを組んでいただいて、で、お話し屋さんとね、いろいろ水曜日お話したんですけども。で、まあ、もう一つ、まあ、思ったのは、このネーミングが今回ね、ものすごくすごいなと。心な、という、でそれをカタカナ です、ね、表現してるって言って、でまあ、これがね、王がね、うちの王が作ったって、今日まで知らなかったんだけど、ダンカンさんだと思ってたんですけど、いや、王ちゃんだったんです。ね、これをもう聞いたときにですね、まあ、すぐにアイデアが浮かんであったって言ったんですね。で、まあ、心なで、炉の字にですね、まあ、注目していくと、まあ、白い、マスクに見えちゃう、うん、これはまあ1年間生活してたらそういうふうになったんですけども、そういう意味でですね、この、いただいた紙、これがね、実際にですね、作ったものなんですけども、一番左上、これ左上がね、一番最初に作ったもので、まあ炉の字、ここから始めてですね、で実際にこの右下がこれ仕上がりなんですけども、これだけでですね、できちゃったってことなんですね。うん、これいただいた今回のオリエンシートなんだけど、ここにスケッチを書いてですね、あ、これでいけるんじゃないかなと、そんなふうに思ってやったってことな
はい、ありがとうございます。戻してください。はい、あすごいあの貴重のあのデスクトップとか、はい、資料を見せていただいてありがとうございます。これ結構ね、僕あの今事業全部ですねオンラインでやってるんですよね。そうするとね、やっぱりいい部分がものすごくあるんですけども、自分のデスクトップをですね、一人ずつに見せてですね、やれると。それだからば、自分の手の内をばらしながらですね、なんか、授業できるっていうのがね、ものすごく逆にスリリングで面白いなと思ってるんですけど、まあ、さっきの話戻すんですけども、まあ、カタカナでコロナ、コロナっていう風になったときに、まあ、ギリギリなんていうかね、文字と形の間を狙っていこうかなっていうふうなことを思いましたね。で、まあ、こう、こう、ろ、な、で、なの字ってこれ、垂直と水平でやると、まあ、十字になっちゃうっていうことなんで、少し曲げることで若干なんていうか、質を出したってことなんですけど、で、まあ、コロナの時代って、まあ、ものすごく心情的、心で捉えることもできるし、まあ、いろいろそのネガティブなですね状況もあったりしたり、あるいはそれに打ち勝っていこうっていう気持ちもあったりするんだけども、まあ心なっていう言葉、あるいはほぼ、まあ、意味のない記号、音のようなものにまで持っていけるっていうのは、まあカタカナの一つの力かなって、そんな感じがしたんですね。でそれを思いながら、まあこうインスピレーションというか直感で心な、もうこのままでいこうっていうのを、まあ、決めて、それをまあ素直に、形にしてみたのが今回の作品だから、まあ紙はですね、もう、お任せするっていう話なんで、これ真っ白いやっぱりマスクじゃないとダメかな、で、白を選んでくれるかなどうかなっていうのをですね、ものすごく気にしてたんですけども、一昨日ですね、平和修行の大柱さんお話してたら、これ結構全部意味を考えて、それでデザインも見て、それで選んでくれてたっていうことがね、改めて、それもだから多分これ1週間ぐらいかかったんじゃないかな、そんな風に思いましたね。で、まあその中で選んでいただいた紙が、まあ僕のその予想してた紙は、キャストコートっていうか真っ白なつるっとした紙だという風に勝手に仮説を立ててたんだけども、風合いを殺した、まあ、北節、まあ、今から説明していただくと思うんですけども、その紙を使っていただいてですね、なんていうかな、ちょっと前のめりなそのデザイン、シンプルすぎるデザインが逆に北節という紙を使うことによって、まあ、中和されてですね、いい感じで仕上がってたなっていうのがですね、今回の印象でしたね。はい、北節という紙ですね、はい、雪のような独特の白さが特徴の非特効印刷用紙です。もう白といえばこの紙しかありませんっていう一言をいただきました。大柱さんから。はい、そうです。それ なぜそうかって少し聞いてみたいな。白といえばのね、気になりますね。はい、大柱さんいかがですか。これ北節っていう、もうネーミング、まあ、北の雪って書くんですけどね、うん、とにかく白、まあ、紙の世界では紅白色という、まあ、紙業界で使う言葉があるんですけど、まあ、青白い紙ですね。で、まあ、弊社の中では、まあ、一番その白い紙っていうことで、これは我々の大先輩の時代からですね、まあ、白い紙といえば北節っていうようなことで、うん、ずっとまあ、大先輩方が営業されて市場ですごく認知されて、まあ、今でもすごく人気のある紙です。で、杉下さんおっしゃったようにキャストコートって光る紙があるんですけど、もちろんそれも候補にはもちろんありましたありました。で、そこはちょっと悩んだとこではあるんですけど、はい、まあ、北節はね、まあ、平和修行の先輩っていうか岡先生と、はい、あと県三木健先生ですね、はい、三木健がブランディングを手伝ったっていうことをね知ってるんで、はい、僕はちょっと選択肢からあえて外してたんですけど、はい、まあ、あえてそれをね逆に使っていただいたことで本当に良かったなと思います。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあ引き続き行きましょう。次の方、関根裕二
さんですね。一応、まあ、関根先生の、あ、関根さん、なんで関根先生っていうと、一緒に奈良芸術短期大学で、同じグラフィックデザインクラスを担当してるんですけども、まあ、彼も言ったように、これからスタンダードが変わるっていうことで、デザインを研究、作りました。下にある、Adam and Eve のように、私たちも人間がもう作り出してから、やっともう、なんていうの、今はもう服だけじゃなくて、実際にマスクするが自分の体の一部にもなるのではないかっていう感じで、はい、デザイン考えました。はい、紙はあららぎという紙、新緑という色ですね。一位の木の表皮を表現したファンシーペーパー。一位の木と一軸の葉、一つながりです。柄は逆につなげました。はい、これよりだいぶ結構緑色なんです。こっちの色の方がすごく近くて、うん、はい、でもすごい何ていうの、柄のある柄のすごく強い紙でした。はい、そして次の方は仙谷義徳さんですね。仙谷さんの、ポストのテーマはこういう愛という文字が何ていうの、状況同じようにスタンダードが変わっている中には Love is the new normal っていう愛という文字の中に愛はもう今からの普通通常のノーマルになるっていうか一つの漢字の中に英語で、メッセージを表してます。そして紙が面白いんです。面白いですね。 TS6 という紙の N9、うん、透け感があり強く食感を刺激する肌を持つファンシーペーパー。強い愛を支えるには強い食感そしてエンボスの細かさが与える印象が見たくてというところで、そのデザインのテクスチャーと紙のテクスチャーがもうこんなにぴったり合ってるものかという、ちょっとこう裏表こう紙を何回もこう見ながら、はい、そうです。この写真を撮るためには表は どのように撮っても紙の品質あまり分からなくて、わざわざ裏を繰り返して写真撮りましたんですね。です 右下が紙の裏地になるんですよね。はい、面白いですね。そうです。で、ちなみに皆さん、この中に紙の中に見える小さな青いところは表側のインクの乗り具合ではなく、紙そもそもそんな感じですよね。うん、はい。だから印刷されてなくてもこんなような模様ですね。これダンカンさんが撮られた写真ですか？はい、そうです。これは写真の中で僕一番気に入ってます。ああ、ですか。ありがとうございます。もうスマホでスナップで撮ったやつなので、もう全部こんなように撮れたらよかったかもしれないですね。もっと時間と思っていいカメラ、もっとライティングがちゃんとあれば。じゃあ、引き続き高田、ゆうきち、さんです。はい